はい、皆さんこんにちは。パーフェクトプレイヤーの山口です。今日は、ダーツの上半身の使い方についてちょっとお話をさせていただければなと思います。というかその、ダーツのボードに対して、横向きで構えた方がいいのか、それとも体は正面を向いて構えた方がいいのか、こういうタイプと、こういうタイプですね。どっちの方がいいのかっていう、質問を受けることがたくさんあります。で、これも、さっきと同じように4つのタイプに分かれていきます。そしたら、じゃあ、早速、まずは1つ目からですね。まあ、テイクバックが深く、肘が動かさない、エグチョタイプですね。の方は、まずは、脇をしっかりと締める。で、少し後ろの方に構えますね。ちょっと胸を張るような感じです。で、こういうふうな構えで、真横を向きます。真横で向いて構える。深くして、投げる。ですね。これが一つ目のタイプです。で、二つ目のタイプはですね、赤松選手とか野毛選手ですね。こうやって、まあ、彼らたちはすごい、クローズに見えるんですけれども、実は体の正面側をボードに対してちょっと意識を向けております。溝落ちですね。溝落ちをちょっと意識向けて構えています。で、なるべくというか、体の向きは正面を向きつつで、腕がこうですね、前の方ですね。溝落ちと水平になるような感じで構えて、はい、こういう構えです。さっきの最初のタイプとちょっと違って、少し体が正面を向いているような構えになります。ここからテイクバック浅く、肘が動かないようにして、スローイング。これが二つ目のタイプです。で、三つ目のタイプが、鈴木健弘選手みたいなタイプですね。これは胸を張った状態から、こうやって、体は正面を、肩がですね、正面を向くような感じです。こういった感じで構えて、肘を下げながら投げる。これが、三つ目のタイプで、で、四つ目のタイプ、が、肘は、ね、前に置きながら、胸を張らないような感じですね。で、なるべく横を向いた状態から構えて、津村選手とか小野圭太選手ですかね。この状態から構えて、肘を下げて、ドーンという感じで投げるタイプに分かれるのかなと思います。はい。で、今日ちょっと上半身、肩の向きと、まあ、左腕の使い方をお話しさせていただいたんですけども、そうですね。まあ、実は横向きでの肩タイプの人も、ダーツボードに入るまでは正面をしっかりと向いて、体の中心をこうやって構えて入る。で、そこから軸を作るっていう動きをやった方が、目標向きに対してしっかりと指をさせる。そういうふうなことになりますので、最初からこうやって横から入って、横から入って構えるじゃなくて、正面を向いて、正面をしっかりと確認した状態で、横を向く。こういうような動きを意識してもらった方が、さらにダーツを正確にコントロールできるかなと思います。はい。で、今回上半身の使い方っていうのをちょっとお話しさせていただきました。まあ、その話をさせていく中で、肘を立てた方がいいのか、はたまた肘は開いた方がいいのか、そういうような疑問とか、あとは、足の向きはちょっと見えないんですけども、クローズドがいいのか、それとも、オープン、ね、開いた方がいいのかっていうのは、またちょっと別の動画でご説明したいかなと思います。はい。
今日はあの上半身の使い方をちょっとお話しさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。